今度は、道かけみちる堂さんを紹介したいと思います。みちる堂さん、よろしくお願いいたします。道かけみちる堂さんの作品は6点ありますよね。これは何ですか？これは天然のハスの葉を、全部一つ一つ使っているんですけれども、はい、あとインドボダイジュの葉っぱも一緒に配置して、はい、その上に、アクリル絵の具を塗ったりして使って着彩して表現しています。はい、これはボタニーペインティングという名前がついてるんですね。はい、こういう手法があってっていうことですね。そうですね。なるほど。ハスの葉を使うというのに何か理由はあるんでしょうか？そうですね。私が初めてボタニーペインティングというのに出会ったのが、そのハスの葉を使って、はい、自由に、レイアウトして着彩していくっていう流れだったんですけれども、はい、そのハスの葉にすごくご縁を感じて、はい、やっぱ天然のものなので一枚一枚違うし、はい、香りとかも本当に良いので、はい、全部の工程がなんか自分と向き合う感じで、瞑想のような本当に素晴らしい跡だと思っています。うん、なるほどね。で、柔らかくってすごくこう明るい感じの作品ですよね。はい、そして、はい、この壁面の作品だけじゃなくって、はい、こういうグッズがあるんですね。はいはい、これはちょっと軽く紹介していただきたいんですけど、はい、これは、はい、これはこの作品を作るときに、筆じゃなくてスポンジを使うんですけれども、はい、そのスポンジがすごく綺麗で、はい、捨てられなくって、はい、その手放せないスポンジをなんとかできないかなと思って、うんうん、娘と一緒に、はい、レジンを使って、はい、一つ一つ世界2個しかないものになるんですけど、作ってみました。うん、すごくね、こう質感のいい感じの、これはピンバッジになりますね。こういうものもあります。それから、はい、はい、それは、この作った時に、はい、出るこういう、はい、あ、これパレットですね。はい、パレットを、やっぱりこれもすごい全部綺麗で手放せなくて、うんうん、何か使えないかなと思って、たまたま作ったのがバッジだったんですけれど、もうそれがすごく可愛くて、なんか月のようにも見えるし、丸っていうのにもすごい惹かれて、そうですね、作りました。そうですよね。はい、このパレットのね、あと模様も一種のアートになりますよね。本当おっしゃる通りだと、こういうふうにたくさんあります。ということで、道かけみちる堂さんの作品を紹介いたしました。どうもありがとうございます。皆さん見に来てくださいね。ということで失礼いたします。